式ユニット。車椅子も壊れてへんかったみたいやわ。壊れてなくてよかった。また落ち着いた？さっきは怖かったやろ。うん、大丈夫やで。もう大丈夫や。なあ、お姉ちゃんに教えてくれへん？他の人には知られたくない言うんやったら。うん、オイラたちを信じ。あらんなら、私の一番大切な友達が。え？木彫りっちゅ。うん、私病気が重くなってから両足、昔ね、いろんなところを走り回るのが大好きだったの。なのにずーっと座ってばっかりいると、そういう記憶までだんだん曖昧になり始めて。でもね、この木彫りを見た瞬間思い出したの。まさか、違う、アランナラはおとぎ話の。うんうん、落ち着いてな。ごめん、ムケになりすぎた。謝るよ。大人になったらアランナラ、名前も姿もどんなに頑張っても思い出せない。このまま大人。なるほどな、その子との友情を。うん、あの子に怒っ。そう、気を。いいこと。そうや、ちょっこっからもお姉ちゃんが鉄道たるで。お姉ちゃん、ひょっとしてあなたもアランナラ。ごめんやけど、そ、でもそん、どうしよう。オイラだってそりゃ手伝ってあげたいぜ。病気になったことも、友達と離れ離れになっちゃったことも、全部あい。え、うち？わかった。ほな、ちょっとだけ待っててくれる？どないしたん？急に真剣な顔して。なるほど。アランナラを見つけた。自分の身にどんな人か、せやから。そういう感覚。大人は客観的、主観的なものかて、な。ひひ、うち。そりゃ、空の星様かて。召喚してくれた人が、そないに冷たい人間やったら、え？オイラたち、本当にアランナラをここに呼べるんだ。まあ、見とけって。なはうちや。カニな、ここは信用できる人間にしか見られ。せやけど、あ、病気になってこのまま友達とさようならやなんて。せやから助けたってな。あの子は一人ぼ。せやろ、うちでも鋭敏、互いに支え合うこと。え、な、す、あ、信じてくれてありがとう。聞きたかったんだけど。夢でも私、心、え、
消え、周りの空まで心うえ、私だって何の力もいらなかった。おい、もしかしてオイラたちだな。この前もこんなことがあった。見て見て、私立っちゃった。よかったよ。なあ、かけっこしようや。まだしっかり回復はしてないかも。まあいいか、そんなこと知らない。走りましょう。あ、走り出したぞ。こんなに順調に行くなんてな。そうだな。やっぱり、うんうん、エービンも負けてなく。走りなら大勢の大人に勝ったことあるよ。あと数年経ったらうちは、そうやな。次、あれ、見ろ、前に何かが浮かび上がってきたぞ。ひょっとして私たちについてきてほしいの。うん、そうかも。全然大丈夫なんじゃ。あ、これはね、横になるためのものじゃないんだよ。多分ここが終わりだよな。で、ほんと楽しい。知ってる？走れないって。もどうやってこんな記憶は、か、病気さえ治せばこういう楽、うん、お姉ちゃんありがとう。じゃあ、あら、そうだな。でも、だったらどうしてオイラたちをここまで誘導した？はっきりと説明できないし、なんだか。わかった！この石はもしかしたら、総小石？めっちゃ希少な鉱石なんやで。人の初心と夢を、これが見えるっちゅうことは、失ったものを取り戻せたっち。そうだったんだ。なんかおとぎ話みたい。おとても本当によかった。やっと取り戻せた。うえ、通り抜け、うちらも行くで。おい、ヨイミヤ、しょうがない。見たけど、周りを見る限り、アランシャにアランならはうちらに、あの子に言っちゃう。後でうちらも、うちらだけの、おう、理由はわからないけど、オイラもできる気がするぜ。うん、せやけど
これってめっちゃええ夢やったな。寂しい顔な。アランサに。大丈夫。でも私分かったの。お姉ちゃんの言う通りだ。みんな私を助けてくれてありほんまに。それでお姉ちゃんは流星雨を見たいんだよね。せやで。あ、そうやそうや。見つけ、そういうことなら総称石をあなたに。おい、どういうことだ。胸のところからメガネを取り出した。なんでこれがうちの。私にもよくわからない。私のために一番大切な友達を見つけてくれたから。私も。そしたら光がこの姿になったの。おおきに。使い方はようわからへんけど、ここは直感ちゅうことで。どこやどこや。ほな、うちがせ。それに助けて。あんたら、うちらが願いで召喚した流星はまさか花火と全く一緒やん。こんなんじゃ足りひん。もっと。おいらも同意見だって。うちも深く考えてへんかって。あんな機械。うちのことはあんたが一番よう知ってるやろ。せやけど、
めっちゃ気に入ったで。だったらよく、そんなわけないや。キノコがギョ、もうそろそろエービンちゃんが胸元から総称石のメガネを取り出して、みんなで一緒に地面から飛び上がる流星を見つけたと思ったら、その流星やな。夢、本当かどうかなんかに、ひひ、ヨイミヤは褒め上手だな。そうだ、アランナラのこ、アランナラもめっちゃかい、うっ、そうや、木彫りを見てへんかったら夢であんな可愛いアランナラは見れへんかったやろし、安心し、よう分かっとる。ほな、そろそろ。スメールってほんまにええとこやな。また遊びに来るわ。もちろん、いつでもいらしてください。エービンも喜びます。約束だよ、ずっと待ってるからね。お姉ちゃん、帰る前にもう一つ伝えておきたいことがあるんだ。私、自分の力で稲妻に行って、おー、えらい大きい夢やな。安心し、うちがあんたらもやで。冒険がどんなに忙しい、今回の旅、うん、約束だぞ。了解。あんたは相変わらず優しいな。ほな、うちからも。これなんや。うん、あんたがうち、なんか用ないと、もちろんうち本人に会いに来るんが一番。うちのために、その友情と優しさはどこまで行ってもあんたらの背中を支えてくれる。つい、このまま旅の終点まで、世界の果てまで行き、ほなまた。